2ラウンド、それでは第3試合 DJ コペローから DJ ザイに変わります。 DJ ザイ用意ができたら第3試合のビートを聞かせてください。このビートで戦ってもらう2人を呼びましょう。先攻のぶし、後攻クッパ。先攻のぶし、後攻クッパで戦ってもらいます。同じく8小節3本勝負です。勝った方がベスト4へと進みます。いきましょう、レディーファイト。あんたとは付き合い長いから、こういうことはあんま言いたくはないが、彩りは砂付近さんがいるうちはお前はおまけで、つまりは左打ちはあんたにはいいとこ全くないんじゃないか。プロの得意な方が、いや確かに目立っちゃうのは砂付近、でも立ち上げたのは俺と仲間、要は作り上げてくこいつはパイオニア。よよれよ寄り添い、そんなのは簡単さ、カラオケみてえなもんじゃ意味がね、オリジナル追求仲間を集った男。そうだろうカラオケみたいなことをやってるような野郎はこのステージ上にはいらない方だから、こそ俺は言ってやるよ、俺もうまいもんには目がない方だけども、あんたのラップ上手くはないよないよ、詰めとけもっと、俺はこの場を支配するぞ。いうの自信過剰になっちゃうと人を認めらんなくなっちゃう、そんなのつまんねちっちゃい男、認める強さ心の広さ、大事なのは人間としてのこの日本足、どう立つか大地、母なる海、何を求め歌う言葉流し続けに、大地に左足追ってるけどしっかり立っているし、のぶしならば常に志持って MIC 握ってステージいて皆様の方に、じゃなくてあなたに伝えてるから、もっとヤバめな言葉吐いてくるなんて本気出ないわ。本気で寝てお前も一遍と同じじゃつまんねえよ、ガランド好きバラでも好きなバスを履いてく、こいつは本気まるまる同じものや、目のつく鼻つまらん耳元に起こしてく事件だ、今すぐ行けライム吐く次元大輔。終了。それではジャッジに入ります。皆さんよろしいですね。先攻のぶし、後攻クッパ、もう一度聞きます。先攻のぶし、後攻クッパ、まずはのぶしが1ポイント。それではジャッジのお二人お願いします。赤がのぶし、青がクッパ、レディージャッジ。赤赤、勝者のぶし、クッパに大きな拍手を。クッパさん、一言いただけますか。今日はアルバム持ってきてるんで、よかったら買ってやってください。あの、がっつり楽しみましょう。イエーイ、クッパに大きな拍手を。第2ラウンド、それでは第4試合に行きたいと思います。ここで勝った MC がベスト4となります。それでは第4試合のビート、 DJ ザイ聞かせてくれ。このビートの上で戦ってもらいます。勝った方がベスト4へと進みます。それでは呼びましょう、先攻ルイス、後攻エース。